見守ってくれてどうもありがとうございます。この曲に関しては俺はちょっといろんな思いはあるけど、なんかそうだな、過去に負った傷のこととか将来が怖くて仕方ねえとか、そういう傷とか恐怖とちょっと一緒に歩いてみるかっていう決意が僕の中でできたんで、そういう歌を作りました。新曲をやります。
Thank you.